夢ラジオ第五千七百九十八回。今日は令和五年十二月十二日火曜日です。時刻は午前九時半。雨の火曜日ですね。朝が来ました。町は白く煙っています。新横浜のプリンスペペも全然見えないですね。ましてや港の方は真っ白です。今日はこのまま雨の一日になりそうです。 雨の音を楽しむことにいたしましょうさて朝九時半の夢ラジオ今回はガザに逃げ場はないこんなタイトルですガザに攻め込んだイスラエル国防軍北のガザを大体制,制圧し南に移っていったようですねえっと南の市でハンユニス っていう街があるんですけどそこで今紫外線が行われているようです英語でちょっと集めてみるとこの紫外線の銃撃戦の映像すごいですよまああんまり見ない方がいいかもしれませんがもう学校みたいなところでねイスラエル国防軍とハマスが至近距離で打ち合いやってますよ しかも最近の銃はすごいからあのうんすごい映像が出てますねただ日本で日本語で映像を集める限りも当たり前ですけど出てこないと思います南に行きなさい南に避難せなさいというふうにイスラエルは言ってましたねで南に行った人が多かったと思うんですよ けれどその南に行った人が多くいるそこに今度北から北を制圧したということで南に降りてきたイスラエル軍ってことはガザ市民にもう逃げ場ないでもう慢性的な飢餓の状態にあるんですよでトラックがあの何台かガザに入ったという報道はあってもうとてもじゃないけど間に合わないですから今 もう極限状態なんですよ水もないもう10月7日の四期プールの事件から2か月以上経ちましたで実際に戦闘が始まってからも1か月以上ですよねイスラエルはもうこのガタに対して残酷なことをやっていてですねけれどその ペラペラ英語で喋ってるあのイスラエルの軍の高官とか政府の交換っていうのは知らずらしくなんかあの国際法は守ってるとか市民のカジュアリティ犠牲者はもう最小限に抑えているとかあのちゃんとあの逃げなさいというふうに言ってるのに逃げない市民の方が悪いんだみたいなことをずっと言ってますよ。であの最終的にはイスラエル軍がきちんと進軍していますと。オペレーションは 順調でですすみたいなななこんなんばっかりなんですよねやっぱりいくら英語で集めてもでハマスの側からのものっていうのは探してもなかなかないもうそれどころじゃないんでしょうねあと1ヶ月ぐらいで終わるんだろうかもうハマスを相当するっていうふうに言ってますけどそんなことできるんだろうか アメリカとしては今回のガザ紛争でイスラエルがそのガザの占領を行ったりガザを領土として併合したりそういうことは許さないというそういう方針なようですがイスラエルはもう戦後ずっと非常に傍若無人なことをしてきた国なのでそのアメリカの 提案すすら聞かない可能性がありますね。このままガザをもうイスラエルのものにしちゃいますみたいな可能性はあると思いますよ。で今イスラエルとしてはね具体的に何言ってるかというとバッファーを作ろうという言い方をしてるんですよ。で実際ガザってイスラエルの南にあるわけでしょ突き出た形で。そしてそのイスラエルの南から人がどんどん逃げ出してるらしいんですよ。 次こんなことがあったら嫌だっていうふうにそれはもうトラウマですよねあのイスラエルの南からイスラエル人が全然いなくなっちゃってるわけなんですで夜も怖いとだからその今イスラエルの南の方ではね高うと明かりがついてんですよ今夜照らしてるこれ軍事作戦って意味もあるんだけど高光と明かりを照らしてるんですよ本当に で、肩やガザの方を見ると真っ暗っていうねこういうなんか非常に奇妙な状況になってるんですよ。でバッファー作るのはいいとして、そのバッファーってガザを取り囲むイスラエルの領土内にバッファー作るんだろうかそれともそのガザの中にバッファー当然ガザの中にでしょイスラエルが言うのはまたパレスチナ人の居住面積が少なくなるじゃないですかもうむちゃくちゃなんですよ。 戦後ずっと国際社会がイスラエルそしてユダヤを甘やかしたこの結果としてもうあの手に負えない民族手に負えない国がもう出来上がっちゃったわけですねアメリカの言うことすらもう聞かないんですよ。でアメリカの政府高官にはイスラエルロビーのもう影響がどんどん及んでますからであのトランプすらですよ保守派の皆さんの 希望の星みたいなトランプすらもうイスラエルズブズブじゃないですか。ゃこれグローバリストと違うんですかって言いたいよね。トランプさんはグローバリストをアメリカの指導層から追い払うって言ってるけど、えーってグローバリストってイスラエルロビーとかなり近似値イコールで、そのイスラエルロビーとトランプさんあなたズブズブじゃないですか。そうなんですよ。アメリカの政治ももう絶望なんですよ。 ガザに逃げ場はない。もうパレスチナ人は祈るしかないようですね。でイスラエルがもう何しようと甘やかしてきた国際社会が今更何言ってももう聞かない怖い顔した人たちが出てきて強硬論ぶってるだけ人の話聞かないハマスの殲滅なんかできるわけないじゃないですかまた海外からヒュッとやってくるだけですよ しかもそのハマスを育てたのがイスラエルじゃないかというもうそもそも論ここに来ても,あぜんですよ、ね、もう日本からは見ているしかできません。